皆さんこんにちは、キコです。本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございます。本編に入る前に一つお知らせなんですけども、現在私のオンラインサロンプラネットは、毎月月額999円で毎週1時間のライブをしております。ライブを通してですね、皆さんと交流しながらいろんなご質問にお答えさせていただいて、ちょっとね、YouTube ではなかなかそこまで話せないっていうような裏話なんかもサロンライブではしておりますので、ご興味のある方はぜひ概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからチェックしていただければなと思います。あ、水を飲んだりしてむくみを取ってすっきりさせる。なるほど。うん、水、そうですね、まあ、水を飲むっていう方法に関してはあんまこだわらない方がいいかも。こういうむくみが取れてて、まあ、むくみが取れててっていうか、むくみを取ってって言ってると、むくんでる自分前提なんですよ。むくんでるかそうじゃないかみたいになるので、むくんでる前提なんで、むくんでる自分をちょっと引き寄せやすくなってしまうので、よりかは、こうっていうね、ゴール設定の方、何々じゃないとか、何々を取るみたいな望みの立て方って、あんまり、こう引き寄せの観点で言うと、意識がむくんでる時の自分 を想像してて、でそれが嫌だからそれを否定してるっていうのは、これ否定のエネルギーであって望みのエネルギーじゃないんですよね。そうだからね、すごく紙一重なんだけど、意識の使い方、エネルギーが全く逆方向なので、こんな、例えばなんかこう好きなモデルさんみたいな足になるとか、なんかそういう感じの方がいいと思います。で、思いつく限りの、例えばじゃあ水飲んだらむくみが取れるって聞いたから水飲んでみようとか、なんかこういうエクササイズをしてみようとかやりながら、楽しくね、気持ちいいなって思う方法をやっていくと、理想の体型に近づけるような方法が、情報が入ってきたりとか、なんか勝手にそうむくみが取れる食べ物が好きになるとか、なんかそういう風に引き寄せられていくので、どんな風になりたいかみたいなのをね、ちょっとイメージでも この人の足みたいな、なんか この人みたいなスタイルとか、なんかあるといいと思いますね。ダイエットして2キロ減らす、いいですね。ビジュアルもね、一緒にセットするといいですね。こういう見た目のためにやる人は、なぜなら2キロって例えばその筋肉がなくなって脂肪に変わったから2キロ減るっていうこととかあるんですよ。そうだから、なんかどうなりたくて2キロ減らしたいかって言ったら、多分こうキュッとウエストが細くてとか、きっとなんかあると思うんですよね。だけどそこをね、明確にするといいんじゃないかなと思いますね。あ、カモシカみたいな足目ですね。うん、イメージできてていいですね。なんかさらに言うと、そういう人の、あ、これ理想なのはっていう人の画像を集めたりとか、私するんですけど、待ち受けにしたりとか、そういう風にするとこうビジュアルとして入ってくるようにするといいですね。ああ、毎年痩せる抱負を掲げてますが、逆に太る一方ですね。もしかしたら太ってることにメリットがあるのかもしれないですよ。私の YouTube の、ブロック外しの方法とか、よかったら見ていただきたいんですけど、一番トップに上がってるやつね。ブロックで痩せてない可能性はあります。要は太ってる方が、自分の思考では痩せてたいって思ってるんだけど、太ってる方がなんかメリットがあって太ってるって結構あるんですよ。で、潜在意識は痩せちゃダメってやってるっていうね、こととか結構あって、例えばダイエット全然うまくいかない人って、まあ、私も掘り下げてみて、ぜひね、掘り下げてみてほしいなって思うんですけど、なんで痩せれないんだろうなって思った時に、まあ、私は太ってるメリットというよりかは、なんか絶対に食べ物は全部食べなきゃいけないみたいな、しかもいっぱい美味しく食べなければいけないみたいな思い込みがすごいあったんですね。まあ、それは親からの教育とかから来てるんですけど、だから絶対いっぱい食べなきゃいけないっていうのが入ってるのに、痩せるって難しいじゃないですか。だから食べるのを嫌いになるとかっていう書き換え方じゃなくて、私が気持ちいいなって思う、まあ、ちょうどいいなって思うくらいいい食べるみたいな感じで、もうお腹いっぱいだなと思ったらやめていいし、足りないなと思ったら食べてもいいっていう設定に書き換えたことがあるんですね。
で意外にそのずっと望んでるのに、要は毎年痩せたい痩せたいって言ってるのに痩せないっていう方は、なんかその太ってることに対するメリットが、それがブロックになっちゃってる場合と、なんか痩せれない何かの思い込みが、その私みたいに絶対いっぱい食べなきゃいけないみたいなのがあったりすると、自分でも気づかないうちに痩せられない生活をしてたりするんですよね。そこら辺で掘り下げてみるといいと思いますよ。これもあると思う。いい気づきですね。痩せてもモテなかったら、何やってもモテないと認めざるを得ないからとか、それめっちゃあると思います。すっごいあると思います。痩せても愛されなかったら、私太ってるからってもう言い訳できないじゃんみたいなね、そういうのありますよ。すごい、ここに気づくのって結構なんかこう掘り下げ何回もしないと気づけないことなんで、すごいですね。これ戸田恵梨香さんのようなスレンダーな体型で、笑顔が素敵な人になる、美肌になる、年賀されるようになる。ああ、年賀ね。なるほどね。これちょっとなんかしょうもなくていいですね。年齢確認。18歳以下じゃないでしょうねって言われるぐらい若々しくなりたいっていいです。しょうもないって言っちゃった。いや、褒め言葉です。褒め言葉です。しょうもない望みを言える人ってすごく自分に素直で忠実なんですよ。だから私そういう人大好きだし、そういう人になりたいなって思ってるので、褒め言葉で言ってます。はい。10時5時の時間帯で働くようになる。あ、いいですね。こういうね。あ、ビジュアルが山田涼介さんのような素敵なパートナーと毎日楽しく安心して生活する、いいですね。私もこんくらい具体的に望んでます。すごいなんか望み方が似てますね。私もこんな感じです、ね、ありのままの願いをつらつらと書いていたら、実年齢は26なのに50代に見られるから、それが嫌だなと思って、それは嫌だね。確かに若く見られたい、10代に見られたい、年齢確認されたいな、素晴らしい。あ、ね、何がいいかっていうと、若く見られたいっていう望みって結構あると思うんですよ、女性とかだと特に。で、若く見られたいって設定したとしても、何をもって若く見られたかって結構判断しづらいじゃないですか。例えばなんか、若いですねって言われたとしても、お世辞じゃないのって思っちゃったりしません？結構そのなんか、例えば職場の若い子とかに言われてもさ、なんかとりあえず言ってんじゃないのみたいに、特にね、私は老けてるっていう意識がある人とかは、言われたって、いやいやいいよそういうのみたいになっちゃったりすると思うんですよ。だからなんか、何をもってそれが叶ったかどうかっていうのが分かりづらいっていうことは、要は具体的にイメージ、叶ったところすらイメージできてないんだから叶いにくいんですよ。だけど年齢確認されるってすごい、もう写真で切り取って浮かびそうなぐらい映像はっきりしてません？コンビニとかで年齢確認お願いしますって言われてる、そのシーンがはっきり浮かんでると思うんですよね。で、その本当に写真1枚とかで表せるぐらい、絵に描けるぐらい、このシーンをもって私はこの望みが叶ったと言えますっていうのがあると、すごい叶いやすくなるんですよ。引き寄せやすくなるんですね。そうで、なんならそのシーンとかを、例えば結婚したいだったら、もう結婚式でこういう風にしてるところみたいなのがイメージとしてあったら、そのシーンをなんか Google 検索とかで画像を調べ探してきて、それをよく見るとかするとすごくいいんですよ。だから私ね、10万人に YouTube の登録に10万人行きたいなって思った時は、なんかすでに10万人達成してる方がこうやって見せたりしてる写真とかをよく保存して眺めてました。それ結構いいですよ。特に引くほど若く見られるけど、あ、取れちゃった。特に得したことないですよ。あれなんですよ。みんな、されたことないことしたいっていうのが望みだから、別になんか得するとかじゃないんですよ。若く見られてみたいなってこと。実際、それで望んでたけど、体験してみて、なんか意外に別に大したことないじゃない、もう得しないじゃんって本人が思うと、その望みなくなるんですよね。そうして執着がなくなって、ますます若く見られるんですよね。そういう仕組みなんですよ。ここで私から皆さんへお知らせです。私の2冊目の書籍が12月21日に発売になっております。こちらですね、漫画でわかるハイパー守護霊さんが教えてくれた覚醒するための30のルールです。
はい、こちらはですね、半分漫画で半分文章になっているんですけども、ここの表紙のこの守護霊さんはですね、実際に私を守ってくれて、私がいつもつながっている守護霊さんを、イラストにしていただきました。これ本当に私の夢だったんですけど、私が実際に守護霊さんに聞いて教えてもらった、そのこの世とあの世の仕組みだったりとか、スピリチュアルを現実に生かしてどうやって人生を変えていくかっていうこと、目に見えない世界を通して、私たちの人生が最短最速でいい方向に好転するっていう方法を、とにかくたくさん聞いたものの中から30個厳選してまとめました。で、漫画になっているのですごく読みやすいですし、ぜひ皆さん Amazon の予約リンクを概要欄の方に貼ってありますので、そちらからですね、ぜひ、ご購入して読んでいただければなと思います。アウトプットするっていうのはね、すごくいいので、それが決まったら、私もこうやってね、皆さんにアウトプットさせていただくことで、自分もそうなるんだっていう風に潜在意識に入っていくし、で、これなんでアウトプットするといいかっていうと、それを見た人がへえそうなんだぐらいには興味持ってくれると思うんですよ、多分。だから、あなたの夢を全力で応援しますっていう人ばっかりじゃないとは思うんですけど、へえそういう風に思うんだぐらいには思ってくれると思うんですね。さっきの年齢確認されたいとかも、あ、年齢確認されたいね、うん、なるほどねとかって思う人が全員じゃなくてもね、出てくると思うんですよ。そう、だからコメント欄にこうっていうのを書いてください。そうすると他の人の目に留まって、あ、そうなんだ、へーって、この人の望みこれなんだぐらいには多分思ってもらえると思うんですね。で、そうするとそれってエネルギーが乗っかるんですよ。この人こうなりたい人なんだなって、その人がたとえ通りすがりの人だとしても、自分一人にプラスでその叶う方向へのエネルギーが乗るので、だからね、宣言すると本当にいいんですよ。